サーディクラップポムチューフローガップクラップ、はい、20日の水曜日に、川崎フロンターレパリサンジェルマンと試合をしましたけども、はい、まあね、試合前から、全員で集合写真撮ったりだとか、試合もね、終始パリサンジェルマンがゲームを支配 しつつ、まあ、メッシのゴールで先制して、メッシが絡んでの追加点、そして最終的なフロンターレも山村のコナッキからのヘディングシュートということで、まあ2対1で試合が終わりました。はい。でね、試合終了後にも、まあチャナティップ選手はね、まあ本家のメッシ、まあチャナティップはタイのメッシと呼ばれていますけども、本家のリオネル・メッシにサインをね、求めて無事もらえていた、ね、動画もツイッターで流れていましたし、本当に楽しい試合だったかなと思います。でチャナティップ選手自身も、ゲームの方ではしっかりとフロンターレがやっぱりね、押される時間だから長かったんですけど、チャナティップのところにボールが入った時にはしっかりとボールをキープ保持 しつつ、相手のねプレスが緩んだ時にはしっかりと前を向いて前進することも忘れずにやれていましたし、あとはやっぱりカウンターの起点になっていたのはもう間違いないと思います。なのでやっぱ左サイドからのカウンターというのを何回もね打てたと思うので、まあ、決定機も結果的にはねマルシーノ選手決めることはできませんでしたけども、演出も何回もしていましたし、まあ本当に素晴らしい、プレーを披露していたんじゃないかなと思います。まあ、この試合で結構まあいろんなね体験ができたと思いますし、まあもちろんパリの方はコンディション面だったりとかはもちろんまだまだだと思いますけど、まあこういう相手とやって、やれた部分に関しては自信をね、つけることができるので、本当にいい機会だったかなと思います。まあ全員ね、いい経験をフロンターレの選手はしたと思いますんで、これをね、リーグ戦にしっかりと活かしてほしいなと思います。はい。まあもうリーグ戦は後半に入っていますけども、まあここからまたね、徐々にフロンターレもチームの調子はね、上向きつつありますんで、これをね、続けて、また来年もね、もし機会があればね、こういう、世界の強豪とやれる機会っていうのは、もしかしたらあると思うので、まあ、その時にはやっぱりリーグチャンピオンという、やっぱ肩書きがある方が、こういう対戦相手に選ばれやすいと思うので、そういう意味でも、今年、しっかりとリーグを取って、3連覇、リーグ3連覇をね、まず成し遂げて、はい。来年の、まあ、ACL も含めてですけども、来年の戦いにつなげていってほしいなと思います。まずは今年、リーグ3連覇、はい。それでは、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それでは、コープくんクラップ。バイバイ。